皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアシスタントをしていますアリスです。本日は私の好きなエニシングのバージョンによる画風の違いを見ていきたいと思います。エニシング系には V3、V4、V4.5、V5 の4種類があります。 V4 と V4.5 は同じ作者によるものですが、 V3 とは作者が違います。 V3 の作者は V4 系列は関係ないと話しているらしいです。 V5 は V3 の後継であるとの噂ですが、本当のところは分かりません。本日はエニシングの系列でどのように画風が違うかを見ていきましょう。まずその前に、前回の動画でダンボールのタグについてお話をしましたが、わざわざダンボールのサイトに行かなくてもダンボールタグを見つけられる拡張機能がありましたのでお伝えします。まずオートマティック1111を起動してエクステンションのボックスを開きます。その中のアベイラブルをチェックしてください。次にオールデストファーストにチェックを入れてロードフロムをクリック。以前にロードフロムをクリックしている人は自然にサーチのところに拡張機能がたくさん表示されます。少し下に行くとブールタグオートコンプレッションプロンプティングという拡張機能があります。2022年11月4日に作成されたものです。その欄のインストールをクリック。インストールドのページに移動。チェック for updates をクリック。アプライ&リスタート UI をクリック。おっと、エラーが出てしまいましたね。何がおかしいのでしょう。ちょっとわからないので UI を再起動します。今度は大丈夫でしたね。プロンプト欄に文字を打つとダンボールタグをサジェストしてくれます。スマイルと入力するとこのように提案してくれましたね。初期設定は5つのワードですので、もう少し増やしましょう。セッティングボックスに入りましょう。その中のタグオートコンプリートを選択して、マキシマムレザルトのところに10と入れてみましょう。そしてアプライセッティングを押して、34個の設定変更があると出ましたね。リロード UI を押します。いつもこのサイトにアクセスできませんと出ますが、その後 Web UI に戻ってきます。文字を打つと10個出るようになりました。ただこのプルダウンメニューは10個以外は出せませんので、もう少し増やしたいですね。今度は20個にして、再度アプライセッティングからリロード UI。 20個出るようになりましたね。さてこれでプロンプトを書くときに楽になりましたし、候補に上がる意外な単語や独特の単語を知ることができるようになりましたね。候補の中のアンダーバーが入っている単語も選択すればアンダーバーがない状態で記載してくれて、コンマもつけてくれる親切さです。ぜひ使ってください。あともう一つのプロンプト研究方法としては、シビタイに掲載してある画像からどのようなプロンプトを使用しているか見る方法があります。皆さんが公開しているプロンプトの中からプロンプトの傾向を簡単に可視化するプログラムをチャット GPT-4 さんに書いてもらいましたので、方法をお伝えします。ちなみに私はプログラミングのことはほとんどわかりません。チャットさん最高ですね。まずシビタイのページから皆さんが公開しているプロンプトを見に行きます。シビタイのページに関してはステーブルディフュージョンローカル環境への導入方法という動画の後半部分で解説しているので見てください。そこのポジティブプロンプトをコピーして Windows に最初から入っているメモ帳のアプリにコピーしていきます。最後がコンマで終わっていなければコンマをつけてください。自分の好きな画像を見つけて
コピー&ペーストを繰り返します。このくらい集まれば良いでしょう。たくさんあればあるほど情報としては安定します。このファイルに名前をつけて保存してください。名前は半角の英数字にしましょう。私はあらかじめ名前をつけてあるのでそのまま保存します。 Google コラボを開いてください。新規ファイルを作成して画面に入ったら概要欄にあるプログラムを貼り付けてください。 Google コラボを使ったことがない人は Google アカウントがあれば簡単に始められますので、インターネットで検索してください。この画面からこのファイルアイコンをクリックするとファイルをアップロードできます。先ほど作成したメモファイルをここにアップロードしてください。場所がずれるとアップロードされないのですが、このように警告が出てこの欄にファイルが入れば OK です。 .txt で終わるテキスト方式になっていることが必要です。そしてそのファイルの後ろの点々をクリックして名前を変更を選択。ファイルの名前を選択できるので選択してください。マウスを使って選択しようとするとうまくいかないことがあるので、カーソルを末尾に置いてシフトキープラス矢印キーで選択すると良いですよ。その後にそのファイル名をここの with オープンカッコのアポストロフィの間にペーストしてください。エンコーディングが違うと機能しないので注意してくださいね。Windows のメモ帳なら初期値のままで良いと思います。あとはこの実行マークを押すだけです。このように項目と回数がグラフで可視化できます。一つだけ出現しているものも確認したいときは次のプログラムを貼り付けて実行してください。このプログラムは括弧で強調しているものやコロンプラス数字の強調がついていても同じワードとしてカウントしますよ。さて、前置きがとても長くなってしまいました。ここからようやく本題に入りましょう。今回はエニシングシリーズの違いを XYZ プロットを使って比較していきます。さらにネガティブエンベッティングとして EG ネガティブ、 EG ネガティブ V2、 ディープネガティブの3つも比較していきますね。本日は体操をしている女の子の画像で比較していきましょう。ちなみに Web UI の背景を黒くしたいときはサイトの URL である127.0.0.1:7860 の後にスラッシュクエスチョンテーマイコールダークと入力して更新すると変わりますよ。こちらもお気に入りに入れておきましょう。では画面を使いながら解説していきますね。今回はマスターピース、ベストクオリティ、ワンガール、ジムユニフォーム、スパークリングアイズ、アウトドアーズ、サンライトというプロンプトで比較します。先ほどの拡張機能をインストールしているのでこんなに簡単にプロンプトが書けちゃいます。ネガティブプロンプトは花札マークテキスチュアルインバージョンからの EG ネガティブを選択します。あとはいつもの設定通りサンプルメソッドを DPM++2M カラスサンプリングステップスを30にします。今回はハイレゾを使用します。 RESRGAN4X+AnimeB を選びます。ハイレゾは画像のアップスケールのツールですが別の動画で解説する予定です。アップスケールを2倍にします。私のマシン VRAM6GB では2倍が限界です。画像サイズは 512×512 で画像は 1024×1024 にアップスケールされます。では XYZ プロットを使用しましょう。下のスクリプトのプルダウンメニューを開いてください。前回の動画ではプロンプツフロムファイルはテキストボックスを使いましたね。今回は XYZ プロットを使います。 XYZ プロットを選択しましょう。下にウィンドウが開きます。まずモデルのエニシング系を比較したいので X タイプのところからチェックポイントネームを選択します。この黄色い本のアイコンをクリックすると現在入っているモデルがコンマ区切りで表示されます。この中から今回使用しないものを削除していきます。モデルごとに改行されているわけではないので少し見にくいので慎重に選んでくださいね。一度ジェネレートを押せば
ここで選んだモデルを順番に使いながら画像を生成してくれます。次にネガティブエンベッディングを比較するので、 Y タイプのところでプロンプト S/R を選択してください。これは指定したプロンプトを一つずつ置き換える指示です。一番最初に現在使用していて、この後に変更比較したいプロンプトを挿入します。この場合は Easy ネガティブになります。そしてコンマ区切りで比較したいプロンプトやエンベッティングの名前を書いていきます。今回は比較対象となる Easy ネガティブ V2 とディープネガティブになります。入力するのは面倒なので、ネガティブプロンプト欄に花札マークから貼り付けてカット&コピーしましょう。これで準備が整いました。それぞれの絵でシード値をずらしたい場合は Keep-1-4Seas にチェックを入れてください。チェックを入れた場合と入れなかった時の比較がこんな感じです。今回は比較が目的なので同じシード値を使います。その場合はチェックなしです。ドローレジェンドはシートごとに使用した要素の情報を出力画像に入れるかどうかです。チェックをすると比較が簡単になります。チェックを入れた場合と入れなかった時の比較がこんな感じです。インクルードサブイメージはチェックしておくとそれぞれの個別の画像も生成してくれます。チェックがないと画像を比較する1枚の絵だけが出力されることになります。チェックを入れた場合と入れなかった時の比較がこんな感じです。ではこれで全て準備が整いましたので本題の比較に行きましょう。ワクワクしますね。ジェネレート、私のマシーンではハイレゾ2倍の画像生成に10分以上かかりました。さて結果を見てみましょう。このように12枚の画像が生成されました。左からエニシング V3、V4.5、V5、そして今使っている V4 です。そしてネガティブエンベッティングは上から Easy ネガティブ、 Easy ネガティブ V2、 ディープネガティブです。拡大して比べていきましょう。ディープネガティブのそれぞれのモデルの違いです。どれも無表情ですね。ベタ塗り感があります。次に Easy ネガティブ V2 です。全体的に日本のアニメ風で可愛いですね。そして Easy ネガティブです。こちらもアニメ風で可愛いです。これがディープネガティブとイージーネガティブの違いです。全然違いますね。まずディープネガティブでは無表情な感じですね。ディープネガティブとイージーネガティブのはっきりとした違いは顔の塗り方ですね。ディープネガティブはベタ塗りで顔の光をあまり表現しないのに対して、イージーネガティブ系は顔の光、頬の赤み、表情などを絵に取り入れているようです。 2D 系のアニメ風としては私の好みはイージーネガティブ系ですね。次にイージーネガティブとイージーネガティブ V2 を比較してみましょう。この2つはとても似ていますが、よく見るとイージーネガティブ V2 の方がやや暗めの光を採用している印象がありました。明らかに違うのは背景の描写で、後ろに映っている木の葉っぱの描写が V2 では細かく細い筆で描いたような描写で、イージーネガティブの方は太めの筆でややぼかしている感じがしました。全体的に V2 の方がややビビッドな絵だと思います。次にエニシングのモデルについて比較したいと思います。これは明らかに V3 と V5 が同じ系列で、 V4 と V4.5 が同じ系列だとわかりますね。 V3 系の方が青みが強く線がはっきりしている感じです。 V3 のみ走っている時のキラキラの汗を描写してくれました。新しいバージョンの V5 と V4.5 で比較してみましょう。全体の感じとしてはやはり明るく青みが強いのが V5 で、 V4.5 は柔らかい感じがしますね。さらに拡大するとはっきりとした違いがわかるのですが、 V5 は V4.5 と比較して輪郭線が強く描かれています。好みによりますが、この点で絵の柔らかさが変わってきていますね。もう一つ背景に関してですが、V5 ではぼかしている雰囲気が強いですが、 V4 系では細部を描こうとしているのがわかります。 V3、
V 語形では輪郭が強く、色彩が強く、これは漫画やアニメ風のイラストではしばしば見られることですが、個々のオブジェクトやキャラクターがはっきりと際立つようになります。背景は意図的であるかわかりませんが、太い筆でラフに描いている印象があります。 V4 系では輪郭が細く、色合いが淡く、より柔らかい夢見がちな印象を与えるような絵であると言えます。色彩と形状の間の境界が曖昧になるため、視覚的な流れが生まれ、イラスト全体がより統一感のある印象を与えます。背景も細かく描かれている印象があります。私は今回に使用した絵だけではなく、いろいろなバージョンで試してみたのですが、だいたい今回の絵で述べた内容が再現されていました。あと V3、V5 系は若干大きな奇形の発生頻度が高い印象がありました。手の崩れなどのディティールはどちらもあまり変わりませんが、V4.5 や V5 などの新しいバージョンで改善している印象を受けました。私の好みは EG ネガティブ V2 を使用したエニシング V4.5 ですが、皆さんはどうですか？個人的には、可愛い女の子の絵を描いて、このように比較するのは、ずっと続けていられるのですが、動画も長くなってしまいましたね。今後も皆様の役に立つ楽しい動画の配信を続けますので、チャンネル登録といいねボタンお願いします。見たい動画の内容があればコメント欄にお願いします。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは画像比較のショートムービーを見ながらお別れしましょう。さようなら。